は、アミゴー小林でーすサボテンってなあに多肉植物ってなーにっていうお話を今日はしていきたいと思います本日もよろしくお願いしますこれサボテンとか、えー、とアガベとかアロエとかそういうのを、えー、ちょっと興味ある方の向けてのお話なんですけれども 結構私こう販売もしていたりするのでその時言われるのはサボテンですかとかこれは多肉植物ですかとかそういった感じで聞かれることが多いんですけれどもまあまず園芸では根本的にまあサボテンと多肉植物っていうのは二つあの分けられておりますで何に違いがあるかっていうのはまあちょっと見てもらったらある程度はわかると思うんですけれども まあサボテンっていうのはこういったトゲのあるものが全般的に多いですもちろんトゲのないサボテンっていうのもあるんですけれどもそして多肉植物っていうのはまあこういったアガベですとかあとはもうこういったプニプニしたやつですねこういったものの総称として多肉植物と言われています まあ多肉植物っていうとまあこっちのイメージが大,い大きいのかなとは思うんですけれどもこういったものとサボテンこれがまず大元で2つあの分かれておりますそして大きな違いとしてはサボテンと言われるものにはシザというものがありますこのシザというのは棘に、えっと、座るまあ台座の座と書いて それでシザと呼びますこのシザっていうのがあるのがサボテンシザがないのが多肉植物というふうに大きく分けるとそういうふうに分けられることができますなので多肉植物の中にサボテンがあるっていうのではなくてサボテンと多肉植物ですねまあその中でさらに言うならその中でこういうプニプニした ものですねエケベリアとかあとはクラッスラとかさらにはこちらのアガベですとかあとは皆さんご存知アロエですとかそういったものは、えっと、多肉植物にこう分けられますでシザっていうのはこれキンシャチというサボテンの王様と言われているもうサボテンの代表のものですね 一番最初はサボテンはあの、この金シャチから覚えてもらえるとあの、いいんじゃないかなと思うんですけれども、これはわかりやすくて、シザっていうのはちょっとこう、綿毛みたいなものが、トゲの根元ですね。そこに生えているものがシザですね。なので、この辺ちょっとモコモコモコっとしてるのが、金シャチはわかりやすいと思うんですけれども、ここですね。ここの部分。 この部分、トゲの付け根のこの部分がシ座になります。で、これがシ座があるのがサボテンということになりますね。トゲがあってもシ座がないというものもあります。サボテンにかなり似ている形状をしているんですけれども、そちらはユーフォルビアという、えっと 分類、植物の種類になりますね。ちょっとユーフォルビア持ってきます。はい。ユーフォルビアというのは、こういったもの。これ、サボテンじゃーんって思うと思うんですけれども、こちらは、えー、こ、これも、これも、ユーフォルビアという植物になりますね。まあ、これはどちらかというと、サボテンと多肉植物の分類で分けるとシ座がないので、これは、 多肉植物の分類になりますね。まあまあもうパッと見、こっちなんかもうサボテンですよね。だからまあそのサボテンといってもそんなに間違いではないかなとは思うんですけれども、まあちょっと実際園芸の分類ではサボテンとユーフォルビアというのは違うことになります。で、このユーフォルビアの特徴っていうのはえ毒を持っているということですね。あの、こ,こんな可愛い感じの植物なんですけど、これ毒がありますね。 皆さんがご存知だと思うんですけど、あの、ポインセチアというクリスマス付近に出てくる、えっと、赤い葉っぱ。あの葉っぱのものが、実はユーフォルビアと言われているもので、あのポインセチアは実は毒があります。この毒っていうのは、えっと、傷をつけたり、ハサミでカットしたりすると白い樹液が出てきて、その樹液が毒になりますので、ただ置いているだけでは、 気分悪くなったりとかあの毒でこうかぶれたりとかそういうことはないんであの安心していただきたいんですけれども植物身を守るためにまあいろいろサボテンなんかもこういった強いトゲを持っていたりとかこのユーフォルビアに関しては毒を持っていたりしますなのでユーフォルビアに関してはちょっと取り扱いが少しまあギュッと握ってしまったりとかあとはあの形が崩れてきたから カットする。そういう時はちょっと注意していただきたい植物になります。なので、今回出てきているのは、これサボテン。これサボテンの中で金シャチという種類ですね。で、こちらがちょっと全然感じが違うんですけれども、これはユーフォルビアですね。これね、よく サボテンですかって聞かれるんですけれども、あの、ちょっと答えにくい感じですね。見た目がサボテンなんで、いや、サボテンではなくてユーフォルビアなんですって言うと、ユーフォルビアって何ですかっていう形になりますんで、ユーフォルビアっていうのはポインセチアですね。それがユーフォルビアになります。そして、まあ、こういった多肉植物、まあ、こう、 多肉植物って言ったらもうこんな感じのイメージが強いんですかね。これですね、こういった多肉植物とか、まあこれは多肉植物の中でもアガベという植物ですね。最近このアガベという植物結構流行ってるんで、皆さん耳にしたりとか、あとホームセンターとか行っても結構置いてあるようになったんで、ちょっと気になっている方、あの多いんじゃないかなと思うんですけれども、 うちのチャンネルではこのアガベのご紹介も結構しているのであの気になった方は、まあ、いろんな動画あるんでちょっと見ていただきたいんですけれども、まあ、そもそもアガベっていう植物何なのっていうと,、えーとまあ、代表的なこう例で言うとアガベはお酒のテキーラの原料になりますただお酒のテキーラになる、えー、原料のアガベの品種は アガベテキラーナっていう、わかりやすい名前ですね。テキーラの原料だからテキーラーナっていう名前ですね。まあそういったあの品種がテキーラの原料になりますので、アガベは全部が全部テキーラを作るものではないということですね。で、このアガベという植物ですね。こちらはあのメキシコとかアメリカ大陸全般に分布していて、もちろんこうせ世界中にこう生息している 植物なので今は行りのドライガーデンですねサボテンとかユッカとかこういったアガベを使ったガーデニングですねそれにちょっとこう砂利とか石とかを合わせたガーデニングをドライガーデンというんですけれどもそのドライガーデンで結構使われている植物になります。 で寒さにも、えー、強い品種が結構ありますので、あの外に植えて冬もそのまま管理できるという点で、で、まあ、観葉植物みたいにお水を頻繁にあげることもないので、一度お庭に植えてしまったら、えっ、ー、とあとは何もしないというお手入れも簡単な植物になります。まあただしえっ、ー、と外に置いてある時と室内に 置いてある時の管理の方法もややちょっと違いますのでその詳しい育て方の動画はまた別の動画ありますのでそちらの方をチェックしていただければなと思いますこのチャンネルではこういったサボテンや多肉植物ですねまあ、特に最近はこのアガベといった植物に関しての動画をいっぱい上げておりますのでご興味ある方はこのチャンネル見ていただければなと思います ということで、このチャンネルいいと思っていただいた方は、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。アディオスコバ、アミゴー